BJW 認定デスマッチヘビー級王座は、第2本プロレスが認定する王座。タイトルマッチ、並びに挑戦者決定戦は、デスマッチでのみ行われる。3代目チャンピオンベルトを巻く伊藤隆二。初代ベルトは、正面とサイドに椅子がデザインされており、椅子色のベルトと呼ばれていた。デザインはファンからの公募によって決定した。ところが、 CZW の残軸がそのベルトを保持したまま帰国し、定型が切れたためベルトが帰らず、新たなベルト作成を余儀なくされた。こうした経緯で作られた二代目ベルトには、後に伊藤隆司によって雲の素状に有刺鉄線が貼られた。しかし、2012年に入ると金属面の老朽化が見られるようになったため、三代目ベルトのデザインを募集に、 かけて更新することを決定した。2013年4月28日の後楽園大会にて三代目ベルトが披露され、椅子、蛍光灯、画鋲があしらわれたデザインとなった。同年5月5日、横浜分隊より使用を開始している。2012年に山川隆二が引退する際、初代ベルトのレプリカを作成し贈呈した。ザグレートポンゴ、松永、 三つ広シャドウ WX アブドーラザブチャーシャドウ WX 山川竜二シャドウ WX 山川竜二本間智明ザン,ディング、本間智明ザン,ディング、松永三つ広ング金村金太郎伊藤隆二アブドーラ小林佐々木木伊藤隆二佐々木木黒天使沼沢ジャキ伊藤隆二シャドウ WX 宮本広志向伊藤隆二アブドーラ小林石川修二木高 イサミイトウリ宮本博志向き、アブドーラ小林伊藤ウ寺ュウジ星の勘九郎アブドーラ、小林高橋忠成武田聖司高橋忠成、木高、イサミアブドーラ、小林。ありがとうございます。